印刷、印刷、印刷、とは、印記により、紙などの媒体に、文字や絵、写真などの画像を再現することを指し、印刷されたものを印刷物という。現代では二次元の媒体に限らず、車体など三次元の局面に直接印刷する技術も、多数開発されている。印刷がカバーする範囲は、極めて広く、機体以外の全ての物体に対して可能であると、 されている、流上の物体にすら印刷が可能な技術がある。印刷技術が発明されたのは、東アジアであると考えられている。2世紀頃に中国で紙が発明され、7世紀から8世紀頃には、木版印刷が行われていたと言われる。この木版印刷は、朝鮮半島及び日本にも伝来し、764年から770年に、 かけて現存する印刷物で制作年代がはっきりと判明しているものとしては世界最古のものである日本の百万刀だらにが印刷された。北宋に入ると木版印刷は広く普及し多くの本が印刷されるようになった。また1041年頃には質のボルが陶器による活字を発明した。 この活字は朝鮮へと伝わり、金属活字による印刷が十三から十四世紀の高来で行われている。ただし、中国や日本においては、文字数が膨大なものに上ったこと、そして何よりも木版は版を長く保存しておけるのに対し、活版は印刷が終われば、すぐに版を崩してしまうため再版のコストが非常に高くついたことから、活字はそれほど普及せず、 19世紀半ば以降にヨーロッパから再び金属活字が流入するまでは木版印刷が主流を占め続けていた。この木版印刷の技術はシルクロードを精神してヨーロッパにももたらされたが、その当時は本の複製はもっぱら写本が一般的であった。14世紀から15世紀頃にはエッチングの技法がヨーロッパにおいて広がり、銅版印刷の技術が新たに生まれた。 同版は繊細な表現が可能であることから、主に文字ではなく絵画の印刷に使用され、銅版による版画、同版画はルネサンス期以降広く使用されるようになった。印刷に一大転機をもたらしたのが、1450年頃のヨハネス・グーテンベルクによる金属活字を用いた活版印刷技術の発明である。グーテンベルクは金属活字だけでなく、油性ンキ 印刷機、活字の鋳造装置などを次々と開発し、これらを組み合わせて大量に印刷ができるシステムを構築して印刷という産業が成り立つ基盤を整えた。さらにそれまで使用されていた用皮紙,紙よりもはるかに印刷に適していた紙を印刷用紙に使用した。こうしたことから、それまでとは比べ物にならないほど書物が簡単に生産できるようになり、 印刷が急速に広まった。その電波速度は非常に速く、発明から20年ほど経った1470年までには、発明されたドイツのマインツのみならず、ライン川流域やパリ、北、イタリアやローマに、すでに印刷所が設立され、それからさらに10年後の1480年までには、イングランド・フランス全域、アラゴンネーレルラント、北、ドイツ、さらには、 チェコやポーランド、ハンガリーに至るヨーロッパの広い地域で活版印刷所が設立されていた。グーテンベルクの発明から1500年以前までに印刷された書物は、インキュナブラ、ヨーランキ、初期漢本と呼ばれ、どれも貴重書であるため莫大な古書家がつくことも、ままある。当時の印刷物は、聖書をはじめとする宗教書が半数近くを占めており、 活版印刷による聖書の普及は、マルティン・ルターラによる宗教改革につながっていく。ただし当時の印刷物の増大は、宗教書に限らず、学術や実用書など、あらゆる分野の印刷物が激増した。その後、欧米においては長らく活版による、文字、黄版による、絵画、挿絵の印刷が行われた。活版印刷は熟練の食事校が必要であり。 未だ大量の印刷物を素早く印刷するというわけにはいかなかった。1642年にはドイツのルートビヒホンジーゲインがメゾチン島を発明した。18世紀初頭にはスコットランドのウィリアム・ゲドが円盤を考案した。これは組み上がった活字に可塑性のあるものを被せて目型を作り、それに鉛を注いで印刷用の板を再作成する方法で、 組み上がった活字の再作成が容易になり、再販のコストを大きく下げた。こうした円盤には、当初年度、ついで石膏が使われていたが、19世紀前半に、フランスのジュヌーが紙を使って、死刑を作成することを考案し、以後この方法が主流となった。1798年に、ドイツのセネフェルダーが、石板印刷、リトグラフを発明。これが、 平反印刷の始めとなる。1800年には、イギリスのチャールズ・スタンホープ、スタナップが、鉄製の印刷機を発明し、それまでの木製のグーテンベルク印刷機にとって変わった。1811年には、ドイツのフリードリヒ・ケーニヒが、蒸気式の印刷機を開発し、印刷能力は大幅に向上した。1851年には、臨廷印刷機が、発明された。こうした、 機械化によって印刷物はより早く大量生産でき安価なものとなった。1884年にはオットマー・マーゲンターラーがライノタイプと呼ばれる昼食を発明し、これによって印刷工が一行ごとに丸ごと活字を鋳造できるようになったことで印刷はより効率化した。現在主流となっている平板オフセット印刷は1904年に アメリカのルーベルが発明したと言われているが、それ以前にイギリスではブリキン印刷の分野で使用されていた。ルーベルの発明は紙への平板オフセット印刷である。1938年にはアメリカのチェスター・カールソンがゼログラフィ、静電写真法を発明し、1942年に特許を取得した。この発明は副写機の技術的基礎となり、 1960年にハロイド社、後のゼロックスがこれを商品化したことでコピー機は全世界に普及した。1985年にはアメリカで DTP が始まった。日本では100万棟だらにが作成されて以降200数十年間印刷物が出されることはなかったが平安時代中期になってすり行供養が盛んに行われるようになった。これが 奈良を中心とする寺院の間に出版事業を起こさせるようになる。幸福寺などで開版した印刷物を春日版と呼ぶ。鎌倉時代には高野山金剛を峰デラゲも出版を行うようになった。これは高野版と呼ばれる。13世紀頃からは僧へ留学した僧がもたらした僧刊版の影響を受け、京都で御三番が出る。安土桃山時代に入ると、 五百九十年には、イエズス会のアレッサンドロ・バリニーノによって、カズサに印刷機が輸入されて活字による印刷、キリシタン版が始まった。近世以前は、金属活字を用いたキリシタン版やスルガ版といった例外を除き、木版印刷が中心だった。木活字は、この時期多用され、微礼なサガボンを、はじめ多くの木活アザボンが、江戸時代初期には出版されていたが、 官営年間からは木版が盛んとなり、漢文年間にはほぼ正版にとって変わられた。これは中国と同様文字数が多く、活字も膨大な量が必要だったことと、木版は版を長く保存しておけるのに対し、活版は印刷が終わればすぐに版を崩してしまうため再版のコストが非常に高くついたことが原因である。しかし活字印刷が耐えてしまったわけではなく、 木活アザ印刷は江戸時代を通じ細々と続けられた。一方、木版印刷は発展を続け、庶民の読み物である赤本や光拍紙など一気に出版文化が花開くことになる。木版以外では1783年に芝公館が腐食による彫刻堂版画を制作している。1856年には、 長崎奉行所内で活版による近代洋式印刷が始まる。明治時代に入り、1870年には、元木正蔵が長崎に新町活版所を創立。これが日本における民間発の洋式活版の起業家である。1888年には、郷田清が木口木版、西洋木版を日本に初めて紹介した。なお、 日本初の印刷専門誌、印刷雑誌の総刊号、1891年の表紙には、郷田清の木口木版画が使われている。1896年には、小川和馬が日本初の三色版印刷を発表した。1902年には、小倉健氏が一般刊行物では日本で最初の三色版印刷物を発表した、明治35年7月15日発行の、 文芸クラブ第8巻第十号の口へに発表したバラハナ。1918年、築地活版製造所が法分活字の鋳造を開始。1919年には HB プロセス法が日本に移入された。1924年、石井茂吉と森沢忍が法文写真食事機の試作機を発表。1926年には、 写真食事機研究所を設立した。1929年、実用機が完成。その後、二人は田元を分かち、それぞれ、写し券、森沢として、社食オフセットの時代を支えていくことになる。1960年、電子製版機、カラースキャナが実用化され、1970年代には、国産四色同時分解スキャナが開発された。この頃から、 電算社色、オフセット印刷が主流となる。1985年、アメリカで DTP が始まり、1989年、日本初のフル DTP 出版物、森の書物が刊行された。この頃からデータのデジタル化が加速、オンデマンド印刷、電子出版などが徐々に現実となり始める。パソコンなどのプリンターからのプリントアウトと、 印刷会社にあるような印刷機による印刷図は全く別のものとも言われるが、共に印刷と訳される。後者はプレスと呼んで区別されるが、これは印刷機がサッパンを用紙に対して圧力をかけて、イコールプレスが全部を印字するためである。このプレス機構はそもそも近代的な印刷の初発的段階から存在し、グーテンベルクが ぶどう絞り機から着想を得て開発したものと言われる。大量印刷、すなわちマスメディアとプレスは、その後不可分に結びつき、報道のことをプレスとも言うようになった。版の凹凸を利用する印刷法の一つで、日が線部を、覆う、画線部を凸にして凸部にインクをつけ、紙に転写する方式。活版印刷、活字や写真突版、線画突版、桂線などを組み合わせて、 版とするはこの版式である。印刷時での圧力により紙に凹凸ができることがある。また、印刷された文字にマージナルゾーン、インクの横漏れにより、実際の活字の線幅以上の余分な太さとなる部分が見られるなどの特徴がある。版が鉛製で取り扱いにくいこと、オフセット印刷の発達などにより、活版印刷は廃れた。現在主に行われている突版印刷は、 樹脂突破印刷及びフレキソ印刷である。樹脂突破印刷とは、活版の代わりに観光性樹脂をパンに用いるもので、週刊誌のモノクロページ、シール、ラベル印刷などで使用されている。ただし現在では、週刊誌のモノクロページはほとんど平板オフセットで印刷されるようになった。フレキソ印刷は、ゴムや観光性樹脂の板を用い、 サッパンにンキを供給する部分にアニロックスロールと呼ばれるローラーを用いる方法である。アニロックスロールは表面に規則正しい配列で凹みを彫刻し、そのオーブに詰まった陰気をバンに供給するもので、用途に合わせてオーブの線数を選択することができる。陰圧がほとんどないキスタッチが理想とされ、ダンボールライナー、包装フィルムなどの印刷に使用されている。印刷物には、 文字だけでなく、挿絵などの図版も必要とされることが多い。図や表などの線画から光学的にネガフィルムを作成し、それを観光剤を塗布した亜鉛板、版、または銅版に焼き付ける。観光したところだけ硬化して、被膜となるので、塩酸などで金属を腐食させることで、観光部、合戦部だけが突如に残る線画突版が出来上がる。 写真を印刷するための突版を写真版という。詳細は写真印刷を参考。複製円版、ステロ版とも言う。活字や線画突版を組み反して作った原版は、摩耗などにより一定枚数しか印刷できないのが通常であるため、原版に紙揮を乗せて、プレスカーツを行って型を取り、その紙揮を意型として鉛り、ず アンチモンの合金を流し込んで複製板が作られる。この際、半円形に鋳造したものを二つ組み合わせれば、丸円盤となり輪転機にかけることが可能となる。これによって、大量印刷が可能となった。板の凹凸を利用する印刷法の一つで、比較線部であると粒のインクを書き取りオーブについた、インクを紙に転写する方式。現在では、電子彫刻された。 同性のシリンダーを用いたサッパンが使用されるため、耐性があり、大量の印刷に向いている。微細な線を表現できることから、偽造防止の目的で、紙幣や収入印紙などに採用されることが多い。また、グラビア印刷も、黄版印刷の仲間と言える。グラビア版は、他の印刷方法のような錯覚を利用した、濃淡表現と、 覆う部分の深さの違いによるインクの量の増減による濃淡の変化の双方が可能でるため、写真などの再現性に優れている。かつて雑誌においては、本文は突版で印刷され、写真ページはグラビアで印刷されていたことから、展示で写真ページのことをグラビアページと呼ぶようになった。現在は本文、写真ともオフセット印刷が利用されることが多い。 平らな板の上に、科学的な処理により、新油性の画線部と親水性の火画線部を作成し、ンキを画線部に乗せて、紙に転写する方式。一般的には、オフセット印刷と同義で理解されているが、オフセットとはンキ画板から、ゴム板に一度転写されることを指すのであり、本来、平板印刷というのが正しい。オフセットする突板、ドライオフセット印刷など、 や、黄飯、パッド印刷イコール、タコ印刷など、も、稀に存在する。石板印刷、リトグラフ、リソグラフィも、平板の一種。現代日本の出版物は、多くが、平板オフセット印刷ですられている。自家刷りの突版や黄飯と違い、殺板上の画像が反転していないので間違いなどを、見つけやすい。また、高速、大量の印刷に適している。 日本において、平板印刷が普及した理由として、写真食事が挙げられる。写真食事による、反した作成は、その後工程として正版フィルムか、終盤が不可欠であり、この工程を経る限り平板印刷が最適で、あるからである。カラー印刷はほとんどすべてこの方式である。ウン、油紙など、に微細な穴を、多数分け、圧力によって、 そこを通過したインクを紙などに転写する方式。手軽な設備で実現できる。身近な代表例は、理想科学工業のプリントごっこや、理想グラフ、製品名。複製絵画に使用される、シルクスクリーンや、当社版、ガリ版も、後半の一種。文字や、画像の印刷に限らず、物体表面に、各種の機能性材料の被膜を形成する技術として、広く用いられている。 一例では、カラーブラウン管のシャドーマスクや、液晶表示装置のカラーフィルターといった部品が、印刷技術を用いて製造されている。別名ステンシル印刷とも称されるが、最近では、スクリーン印刷と呼ばれることが多い。ステンシルテンプレートは、後半の一種といえる。ブバン印刷とは、製版フィルムや、サッパンなどを作成することなく、直接、用紙にプリントする印刷方式。 無反式の印刷方式には、下記のような種類はあるが、通常これらの方式は、工業的には印刷とは呼ばず、プリントと呼称されることが多い。静電副車、副車機参照、溶融型、消化型熱転車、サーマルプリンター参照、インクジェット、インクジェットプリンター参照。写真は、連続回帳を持つのに対し、凸版印刷、平板印刷では、 白黒の場合、白と黒の二階調しか出力できない。そこで、網点、ハーフトーンドットの大小によって、写真の濃淡を表現している。網反法。この手法が印刷に用いられるようになったのは、ドイツのマイゼン・マッハラの発案をもとに、1886年、アメリカのレビー兄弟が、網スクリーンの実用化に成功したのが始まりである。正反には、 黒と白しか出ない、超高性のリスフィルムが使用される。フィルムの前に、一定の距離を開けて、コンタクトスクリーン、網スクリーンを置く。このスクリーンは、格子状に、光が透過する模様が入っており、写真の濃淡を黒い網点の大小に置き換えて、リスフィルムに焼き付ける効果を持つ。こうして作られた網ネガが正版フィルムとなる。なお、網の細かさは、網点の数、 インチで表され、それをスクリーン線数という。新聞などンキの滲みやすい紙質のものは85線、1インチに85個の網点、一般書籍は100線、写真中心の画集などは175線といった具合である。突板では、こうしてできた正版フィルムとア鉛ン版、もしくは同版に観光材を塗布したものを組み合わせて録行する。 観光した部分だけが硬化して残り、他の部分が洗い落とされる。この和円盤を塩酸で腐食させることで乾光した部分だけが、突如に残った写真盤、網版が出来上がる。活字と写真盤から組版により印刷に用いる原版が出来上がる。ところで、写真版や網版というのは突版についての用語で、あるが、オフセット印刷に代表される平版でも、 基本的な原理は同じである。文字原稿から写色あるいは電算写色により半下が作成され、写真はコンタクトスクリーンによる露光によってアミネガが作られて文字半下と組み合わされアミポジが作られる。このアミポジが PS 版に焼き付けられて正版される。なお、同人誌などをオフセット印刷に回す場合、濃淡部分は事前にアミ点下、アミかけ、 み入れしておくと料金が安く済むことが多い。個人用のプリンターで印刷したものの場合、すでにこの処理は行われている。カラー写真の場合、製版時にクマック各色用フィルターを用いるなどして4色分解を行い、それぞれの色に対応した版を作る。この時用いるミスクリーンは格子の角度をそれぞれの色ごとに11ずつずらしたものを使い、 もわれの発生を抑制している。2015年現在、商業印刷で主流のオフセット印刷では、最新の CTP ダイレクト殺版により、正反フィルムが不要になっているケースがある。CTP によって写真は、電子的に色分解や網点化が行われるため、スクリーンを使った光学的な置換はもはや、行われない。突版や平版と異なり、黄版では、 画線部をオーブで正反する。黄斑印刷の代表である。グラビア印刷では、くぼみ、セルというの深さにより印刷される、陰気の量を調整できるため、網点を使うことなく色の濃淡を表現することができる。これをコンベンショナル法という。現在グラビア印刷で、主流は網グラビア法で、これは網点を使った印刷手法である。 印刷会社の功を参照のこと。印刷、特に活版印刷の発明は世界にいくつもの巨大な影響を与え、この影響を総称して印刷革命と呼ばれることすらある。まず直接的な影響としては、活版印刷によって本が大量に供給されるようになり、それまで非常に高価だった書籍が庶民でも手に入るようになったため、知識の蓄積及び交流が それまでの社会に比べ格段に進むようになり、宗教改革をはじめとする数々の社会的変革を引き起こした。印刷はまた書物の規格化をももたらした。写本の場合動きや文章の欠落は珍しいことでは全くなかったが、活版印刷は事前チェックが可能であり、もし誤りがあった場合も修正が容易であるた。 語色の可能性を加味しても定画基本に比べはるかに正確な文章が記されるようになった。同時期に発達した版画と活版印刷の組み合わせは元の情報の正確な反復を可能にし、信頼できる正確な図版及び文章の蓄積は科学革命の基盤となった。また印刷によって書籍に整った文字が並ぶようになったことは、それまでの定画基本に比べて、 読解を容易なものとし、識字の有用性をより高めることとなった。こうした書籍の反乱は、貴重な本を一人の人間が読み上げそれを、周囲の大勢の人間が拝聴するという形で、行われていた知識の伝達システムを変化させ、聴覚に変わり、資格が優位に立つ新しい方法が主流となった。このほか、それまでの写本時代にはほとんど考慮されていなかった。 著作権が活版印刷の開始もほとんど時をおかずして各国で次々と保護されるようになっていたことも印刷の大きな影響の質である。活版印刷の発明以前においては写本自体が写字性の確保などで非常に高コストなものであり本自体も手書きのため発行量が非常に少なく著者に写本の際何らかの報酬が入ることはほとんどなかった。 しかし活版印刷によって大量の書籍が一度に生産できるようになると他社の出版物を無断で複製し再出版することが横行するようなり著者並びに出版業者に対する権利の保護が急務となった。1518年にイングランドにおいてヘンリー・パスセイが出版業者のリチャード・ピンソンに対し彼の出版物の他社再刊禁止を認めたのはこうした動きの初期の例である。 五、5. おさむき。